発掘調査報告書は、考古学の学術研究、または埋蔵文化財の記録保存を目的として、当該の遺跡を発掘調査した結果、成果をまとめて記録した報告書。多くは、書籍形態の印刷物であるが、開発工事などで現地保存できない遺跡を記録として永久に保存するものであり、遺跡そのものと同等の価値を持つとされる。なお、 恐竜化石や地震痕跡などを研究対象とする古生物学や地質学の分野においても発掘調査は行われており、その結果報告として発掘調査報告書がまとめられるが、考古学のそれと他分野のそれとでは内容や性格が大きく異なるため、本校では考古学における遺跡の発掘調査報告書について記述する。文化庁によると、貝塚や古墳、 上宮都の城などの遺跡周知の埋蔵文化財、構造地は全国におよそ46万箇所存在し、毎年9000件ほどの発掘調査が行われているとされ、それらのほとんどは遺跡のある土地に対する開発行為に伴って行われる発掘調査である。遺跡は歴史的な出来事にゆかりのある土地や自然の山の伝派たち帯だけでなく、 通常多くの人々が遺跡があるとは認識していないような都市部や住宅街にも普遍的に存在しており土木工事や建設工事が行われる場合には事業主は地方自治体に対して文化財保護法6章93条に基づく届出を行い埋蔵文化財の有無を確認する必要がある遺跡はそれが存在する現地にそのままの状態で保存する ことが望ましいとされるが、史跡等の文化財に指定されていない遺跡を開発行為を中止させた上で現地に保存することは困難である。そのため、各地地方自治体や埋蔵文化財、センター、民間の発掘調査会社が調査隊を組織し、工事予定範囲にて発掘調査を行い、検出した遺構の測量や写真撮影、 出土遺物の取り上げを行って遺跡の全容をデータ化して残す記録保存の措置が取られる。発掘調査で得られた書データ、遺物は遺跡調査団体の作業室に送られ、整理作業が行われる。整理作業では遺物の洗浄や仕分け、破砕状態で出土した土器の攻め台による接合などの基礎整理の後、遺物実測による図面作成、遺物の写真撮影、 遺構の図面作成等を行う。同時に遺跡概要や発掘調査に至る経緯、個々の遺構、遺物についての所見や遺跡の評価、考察を含めた本文執筆が行われる。出来上がった本文、図面、写真図版などを編集し、印刷、発行したものが発掘調査報告書である。報告書の発行をもって発掘調査は完結するのである。 なお大学や博物館などの研究機関が遺跡の規模や歴史的価値を把握するための学術調査、あるいは国や自治体が史跡指定に向けて遺跡概要を把握するための発掘調査の場合にも同様の作業が行われ発掘調査報告書が編集される。出土遺物が想定より多く出るなどして整理作業が長引き正式な報告書がすぐに刊行できない場合などには 調査概要を短くまとめた発掘調査概法が暫定的に刊行されることがある。発掘調査報告書は文化庁により現状で保存できなかったものに代わって構成に残る記録の中で最も中心となるものであり、埋蔵文化財に代わる公的性格を持った重要な存在である。と位置づけられており、いわば二次元の世界に移し替えられた遺跡。 そのものといって過言ではない。これらは遺跡が広く国民の目に触れられて活用されることを意図し、各地の公立図書館や大学付属図書館、博物館などに所蔵されており、誰もが閲覧可能である。発掘調査報告書は遺跡そのものであり、広く国民の目に触れられて活用されることを意図して発行され、誰もが閲覧可能であると謳われてはいるが、 その発行部数は1遺跡につき300部程度であり、発掘された遺跡のある地域周辺の大学図書館や公立図書館、あるいは国立国会図書館など限られた図書館でしか所蔵されていないことが多く、現実には希望する遺跡の報告書が閲覧困難な場合が少なくない。商業出版の流通基盤にも乗らないため、図書館界では入手や閲覧が困難な 灰色文献とされているという。2007年に島根大学附属図書館を中心とする中国地方の国立大学附属図書館号館が開設した機関リポジトリを基礎として2015年6月から奈良文化財研究所が運営している全国遺跡報告総欄は全国の大学や研究機関が所蔵する発掘調査報告書を検索し PDF 形式で閲覧。 ダウンロードすることを可能にしている。解説以来その閲覧数は増加し続けており、発掘調査報告書の活用に役立つとして、文化庁は自ら旗振り役となり、地方自治体や研究機関に積極的な参加と報告書データの提供を呼びかけている。2021年4月26日、那文献は全国遺跡報告総欄に登録された観光物、 動画、論文などの隠しコンテンツを Wikipedia の出展情報として正確に、かつ書式に従い効率よく引用できるようにするため、引用時にコンテンツ表記を自動表示するアイコンを解説した。これにより、Wikipedia を編集するユーザーにおいては、発掘調査報告書を出展として引用したい場合、書誌情報を迅速にコピーペーストできるようになった。およそ 下記のような体裁基準が文化庁により示されている。ありがとうございます。